くじ引きで2名ずつコンビを組んでもらい、それぞれ得意なお菓子を作ってもらいます。得意なお菓子って誰だ、全然自信ない。先生、やっぱり採点したりするんですよね。これで成績が左右されたりするわけじゃなく、あくまで親睦会みたいなものですから、リラックスして臨んでください。僕たち講師も一緒に作りますので、終わったらみんなで試食会をしましょう。久さゆり、組めるといいね。うん、それじゃあ早速始めるよ。こんなこともあろうかと僕が用意していたジャパニーズビンゴマシーン。日本の道具って変わったのが多くて面白いよね。普段性帰る。次は15番の人。ああ、残念。さゆりと一緒なら楽できると思ったのに。ダン、早く始めましょう。はいはい。次は2番の人と。あ、8番の人。おい、8番は俺だ。え、うるせえ。あのさ、お前どのくらいできんの？どのくらいって言われても。私も気になりますわ。特待生様がどんなお菓子を作るのか、早速お手並み拝見ですわね。そもそもこの学校は。うるせえよタコ、コンビだからって二人で作らなきゃいけないわけじゃねえだろ。え、俺が作る、お前は黙って見てろ。でも二人で作らないといけないんじゃ。お前は皿でも用意しとけ。はい。何々、光月亮、7代続く和菓子屋の長男。見た目の怖さとは裏腹に、その腕はもはやプロ並み。実技のテストでは華麗なテクニックを披露した。亮のやつやっぱすげえな。俺あんなのできねえよ。はいや、何あの手際の良さ。やっぱりすごいね。じゃあ始めるよ。そうね。はい、仕上げ。なんてキュートなの。おい、こっちもすげえぞ。マイル。これで決める。綺麗、まるで舞ってるみたい。僕もそろそろ始めるかな。さあ、君も一緒に。お待たせ。ところに来ちゃった。私こんなところで1年間やっていけるのかな。愛しくて愛しくて言葉じゃなくて、このチャンスに願い